どうもタンドゥです、今日は友達と一緒に、大鰐の方へ、キャンプに来ております、ね、本当に周り大自然なんですけども、天気も良くてね、本当に絶好のキャンプ日和ですね。まあ、大鰐といえばですね、あのスキー場で有名なんですけども、まあ、それ以外の期間というのはね、こんな感じで、キャンプ場としても、ね、非常に、ね、人気があります。紅葉もいい感じですね。で今日はあのテントを、ね、完全に張って泊まるっていうことではなくて、バンガローの方を借りて、ご飯だけをね、みんなで作ろうという、まあ、そういうね、キャンプになっております。はい、で今日泊まるねバンガローが、あの奥の方に見えるやつですね。ここはトイレとあと炊事場が、すごい、近くにセットされているので、すごく、ね、利便性はいいです。でこれがね今日泊まるバンガローになってます。3人から4人ぐらいの広さですね。今日は、男4人で泊まります。オープン。おーっと、取られてるよ。部屋、ほうほう、ああなるほどなるほど、ああなるほど、うん、まあまあ本当に電球ぐらいしか、うん、ない、かなり質素な感じですけど、うん、コンセントはないですね。本当700円でこんなとこに泊まれるっていうのはかなりリーズナブルですね。うん、おいい景色だ。お、頑張ってるね。お、ダッチオーブン、煙がすごい出てる。お、あ、ちょうどだいわこれ。じゃあ、ヤシオさん、まずは何を作るんですか？僕は初めての燻製。燻製、お、ダッチオーブンを使ったやつですか？そうですね。うん。アルミホイルをダッチオーブンの上、中に敷いて。そうそうそう。うん。あ、で、そこにチップをやろうとか。なるほど。お、チップ。これは何のチップ？これは初心者なので、ブレンドって。あ、ブレンド方法。ヤシオさん、ちなみにこれこういうので燻製とか作ったことあるんですか？ないですよ。あ、ないんですか？初体験。なるほど。じゃあうまくできるといいですね。ちなみに今日は何の燻製を作る予定？今日は小麦と、小麦、小麦の燻製。チーズと、うん、豆、アーモンド。アーモンド。お、結構いろんな種類いきますね。とりあえず10分ほど。ということでやってみます。うん、あ、10分ぐらいですか？そんな10分ぐらい。そうです。あ、そんな短くて。今ですね、ネックアップというやり方らしいです。高熱で短時間なので、はい、ああ、なるほど。最初から、生で食べれるものをやるのが苦手なんです。なるほど。本当にもうお手軽に、本当香り付けだけでやるような。そうですね。うん、やり方ですね。で、卵とかね。うん、ああ、いいね、いいね。とりあえず、アーモンドの燻製、完成ですね。これちょっと置いて完成させたら、まあ、いい感じに仕上がってるような感じじゃないでしょうかね。うん、もうじゃあ次は、チーズとウインナー。出来上がった燻製アーモンド、ちょっといただいてみたいと思います。冷めたらいいね。うん、炙っただけだけど、うん、香りもいいしすごく甘く、うん、感じる。これはうまいね、本当に。うん、うん、これは止まらねえな。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり準備しながらやっぱね、美味しくいただきたいですよね。社員のお酒をいただきました。ちょうどいいよ、これは。うん、ちょうどいい、ちょうどいい。これ美味しいです。
頑張ってご飯作りましょう。お疲れ様です。はい、外で飲むだけでも、いやーいいね。みんなか、お、どんな感じかな。お、お、あ、チーズ、あ、どうだろう。これはね、つなげたことが肌になった。なるほど。あ、結構、あ、でも結構でも粘りがあるね。頑張ってくれてる。お、あ、お、その先頭のやつ、うん、ちょっとまあこれ冷えたらいい感じじゃないですかね。表面ちゃんとしっかりちょっと色はついてて、これは美味しそうだね。いいね。いや、美味しそうだよこれ。うん。うまそうこれ。ちょっとこれいただきますよ。うわ、うわマジ。うん。おい。あ、うん。うん。うまい。ビール。ビール。これはそう。急いでビールもらえた。M 気をつけみてえだ。そしてこの動画が沢村、行きたい、行きたい。うん、あ、うまっ。うわー、いいなー。あ、うま、ビール、ビールいいねー燻製ソーセージ、うん、ちょっと燻製前のやつと色ちょっと比べてみたい。おお、だいぶ違うね。だいぶ違いますね。うん、あ、こんな違う。これは違うわ。お、うん。いや、皮すごい香りついてるね。うまいよ。うまいよ。うん。次いった？次は狛江の燻製。はい。狛江のもう干してある乾物で、ね。そうですね。うん。それを燻製にするという。楽しみたいな。おお。まあ、いや、ちょっと炙ってくれるやつを燻製してやろうと。生魚の燻製はできないので。なるほど。これで簡単に済ませようと、うん、さあどんなのできるかちょっと楽しみですね。これ は、ね、うん、これは焼酎とかいいじゃないですか。あ、ね、あ、ね、うまくできるんでしょうか。ちょっと楽しみですね。赤茶色っぽくなってるね、色がだいぶ、うんうん、ひっくり返してこっちだ。どんな味になってるのか。さあ、狛江の燻製出来上がりですね、うん、おー、だいぶ色がついてるけど大丈夫かこれ。と狛江の燻製、行ってみたいと思います。おお、うん、食べた。うまい、これうまいな。これうまいよ。うん、うん、ちゃんとジューシーな感じは残りつつ、うん、ちゃんと香りがついて、うん、これはうまいね。うん、